鈴川彩子です。ひたちです。本日はこちら N ゲージとジオコレの踏切を買ってみたので、N ゲージで実際に動かしてみたいと思います。トミックさんの N ゲージ用の、こちら踏切、そしてこれがその踏切を動かすためのセンサーレールですね。これのセンサーに反応、列車が通過した時に反応して踏切が連動して動くようになっている、そんな仕組みのものと、こちらはジオコレ、これはね、あの情景小物のシリーズですね。ジオラマコレクションなので、稼働はしませんが、まあでもこれも立派なね踏切なので、で雰囲気だけでもねいい感じになりそうなので買ってみました。 PCS 自動踏切2だっけ、1もあったんだ。あ、踏切ある、踏切なんかちょっとすごいぞこれ。自分で組み立てるのが多いのかなと思う。もうかなりそのまんまですね。よいしょ、踏切ちょー、優しくね、優しくね、踏切だ。なんかいろいろさパーツが入ってるんだけど、なんだろうね、ここら辺もさ、もうちょっと後でね説明書をじっくり見てみますが、そう、これはセンサーレールって言って、2本入ってるんだって。2本セットで、この2本で片側かな、よいしょ、片側が、おお、なんかコードが、これがちゃんとほら、なんかちょっとねそれっぽい感じ、こんな踏切のね装置感がありますね、かわいい。さあ続いてジオコレ開けてみましょう。なんだろうね、これも踏む、なんだろうね、踏切だよね、よいしょ、よ、あ、なんかすごい、これは結構すごい、この状態で入ってる、めちゃくちゃいい。遮断管はほら別で、この棒の部分ね、おー見て見て、あ、まあそうだね、4本入ってる、あ、ちゃんと4つ分あるの。ここにね微妙に穴があるので、この穴にここのポッチをね入れるだけです。簡単、動きます。まあ自動ではねもちろん動きませんが、でもまあね、ここもね、こう稼働は自分の手でね動かすことはできちゃいます。よいしょ、ちょっと一回ね外しましたね、外した方がくっつけやすかったです。これこんな緩めで大丈夫かな。ランナーパーツ2と6は市販の両面テープを使用して取り付けてくださいだと。これはやっぱり動いちゃうからね、これも多分あれか。さあレイアウトが完成しました。こっちが動くやつね、こっちがいろいろなんかちょっとコードがね、本当に合ってるかわかんないのでまだね、試しでもつけてないのでちょっと心配ですが、でこっちがジオコレのやつもね取り付けてみました。ちょっと違う、電源をお願いします。おおお、これなんだ？なんだ？ずっとこんな感じなのかな？なんだろう？うん、まあそれぐらいのスピードでいいよ。開いてるままだ。開いてるままだよね。あ、止めなくていいよ。もしか音が鳴ったりするんじゃない？センサーでそこ通過したら動いたり鳴ったりするはずだから、ちょっと一回止めましょう。あ、やっぱりそうだ、ここがこのセンサーで反応したら、これがもっと近くないと意味ないんじゃないの。あ、いいのか、でもずっと鳴ってるよ。あ、いた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 、あ、いいんじゃない、なんかちょっと安定したよ今、なんか別に何の、ほらほらほら、何の設定変えることもなく、いいじゃんいいじゃん、そのままそのまま
ゃんいいじゃん。なんかよくわかんない、さっきのあの一番最初はなんかあれかな、どっちみち一回はそうセッティング的な感じでああいうのがあるのかしら。あ、すごくいいじゃん、見てカン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 もさ、うん、ちゃんと光るし鳴ってるよ。ほら、ここじゃない？そう、ここここ。そうよ、ここチップの前にあるこのセンサーを通過したら作動し始めて、ほら、列車が通ったら動いて、ちゃんと光ってるよ。光ってるよ。そうね、左右で光ってるよ。右左右左右左で。ほらほらほら、すごくいい、すごくいいよ。ちゃんと片側ずつ閉まるんだ。ほら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 、矢印も出てるじゃん。あんまりね、多分速度変えちゃうとねあれだと思うよ、タイミングが合わない。いいじゃん。なんかすごい警報音がね、切り替えができるんですけど、8種類あるんだって。このパワーユニット、この今つないでるこのね N ゲージとかを動かすことができるこのパワーユニット N で設定ができるんだって。電源を入れて警報ランプが両方点灯したらすぐ電源を切りますだって。そして警報ランプが両方消えたら電源をまた入れます。いきます、ついた、ほい、消した、よし、あ、右側だけついた、確かに。4秒後に左側の火が、あ、これが選択、あ、あ、あ、変わってる、こういうのは。あ、倍速だ。あ、すごい、鐘の音。すごいじゃん。で、今これ、8通りがね、ループしてますが、自分が選びたい音になったら電源を切るんだって。今倍速にする？これ？じゃあ切ります。切ったよ、今。倍速で切りました。じゃあ行きますよ。うん。で、キラッ、あ、これだっけ、これか、でも早いよね。うん、あれ早くない、あ、あ、なんだなんだ、またちょっとセンサーが、倍速は、倍速は、あ、単線だと倍速になんないのかな。じゃあの鐘っぽい音にしてみようかな。これじゃない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 、これじゃない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 、かわいい、これじゃないね、これもいいけどね。あ、これもちょっとファン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 ってなってちょっと強め、ファンファン、セーブっぽいな、うん、セーブっぽいね。これこの次じゃない、これだ、よし消した、知らせます。お、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 ほらこの音じゃん。ちょっと待って、一回これなんか試運転みたいな感じなんじゃないの、きっと。ほらほら、じゃあ走らせます、お願い。お、ほら記憶されてるじゃん、すごい、締まりきってなかった。もうちょっとゆっくりだね、スピードきっと。うん、そんぐらいでいいんじゃない、もういいよ。うん、そんぐらいにしとこう。ちょっとゆっくりかな。ゆっくりかな、うん。あ、早っ、閉まるの早っ。こん
大きさは本体 A にある小屋の中だって。そっちだ。そのカメラの近くにある白い建物っぽい小屋の中にボリュームがついてるんだって。これあるわ。うん、これをいじってる。今出荷時は最大に近い状態でセットされてます。あ、ちっちゃくなった。あー、ちっちゃいわ。確かに。これが今一番小さい音だって。もう一回一番大きくしてみて。最大に近い。おー、あ、やっぱ全然違う。うん。全然違う。やっぱさっきの倍速について書いてありました。単線では倍速にはなりませんと。ちゃんと複線の踏切で左右から列車が来た時にだけ倍速になるんだって。だから本当に本当本物と一緒だね。京成なんかは特にそうだけど、倍速踏切ね。え、うん、ちなみに今ちょっとね、逆走させてます。あ、ちゃんと逆走でも反応するんだね。だから今ちょっとこっちが近すぎるから、そこが近すぎる。そうそうそう、閉まっちゃうの間に合わないからさ。一旦止まる。でもまあ反応はするんだね、どっち向きでも。なんか音変えるだけでも楽しい。おーおー、ポンポンポン。一体これやっぱね、試運転がありますね。運転というか。急に鳴り出して、いいね。すごいな、こんなちっちゃいのにちゃんともう本物と同じだもんね、基本的に。この動き方といい、音といいねえ、こう電気のさ配線とかがなかなか調べてもあんまり出てこなかったからね。あのタッチライトみたいなのでやったけど、これちょっと同じようにやりたいね。プープーギリギリ、危ないよ。もっとさ、白い線で待っとかないと。白い線で、そうそうそう、ビュー。続いてネックスを走らせましょう。おー、遅くなった。またちょっと音を変えてみました。ちょっと遅いかしら。まずいよ。ネックスいいね。こもうなった。なんか鳴ってない時間の方が少ないね、このレイアウトだと。ねえ、ネックスはほら3秒だからさ、後ろがね、あのセンサーを通過し終わってから、ここの次先頭がまた次のセンサー通るまでがすごい短いから、ちょっとしか鳴ってない時間がないわ。なんだかんだでここら辺でね、やっと音が消えるからね。ここ通り終わった後、結構ここで最後の一番後ろが通ってから音が消えるのがここら辺だから、結構このね、半分ぐらいはカーブレール2本分ぐらいですかね。うわー、余韻があるからさ。トマドウトントンタンタンタン、うわー、バイタがってる。ちょっと早いね、これ。一回開いて車を通してから閉まる。いや、これでももうほぼほぼ開かすよ。開いてはいるけど、一応こりゃあでもね、高架にした方がいいわ、ね。うん、これセンサー通過しなかったらさ、ずっと閉まってんの。これ今ちなみに、わざとこの踏切が鳴るセンサーを通り過ぎてからね、ずっとそのままにしてます。この出場のセンサーを通過しなかったらずっと鳴ってんのかな。でも鳴ってるね、確かに。で、じゃあ次そのまま、今度じゃあ反対向きになるんだね。いきます。
多分これ配線逆だな。配線が逆だから、これ配線が逆だったから矢印の向きが逆だったんだ。気づかなかったね、今までね。逆だったわ。まあ、いった。まあ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 。音は鳴ってるし。そうそう、音は鳴ってるしね。鳴ってる？うん、鳴ってます。やっぱりちょっとコードがね、逆に刺さってましたね、配線が。これやっぱ向きが大事よ。ね、これで正規の方向になってます。でもまあさっき試してやってみたけどさ、やっぱり最初にセンサーを通過した方向で矢印が反応するから、踏み切り内で逆に戻ったとしても出場の時は別に変わんないんだね。次もう一回入った時に逆向きになるけど、やっぱ N ゲージをねちゃんとやっていくんだったら踏み切りあった方がいいですね、圧倒的に。わあ、ママ飛んでる。これさらにさ、遮断機の閉まる速度もね、設定できるんだって。列車の到着時間に合わせて最適な動きに自動可変し続ける方と、遮断機の閉まる速度が列車の時間到着時間に関わらず固定されるパターンだって。2パターンあるの。他にもあるよ、待ち時間優先モードとか、遮断機ゆっくり優先モード、センサー等距離モード。これ全部やろ。まあでも今後さやっていくから。あとこれやっぱりそれなりにこうレイアウトがさ、距離がないとあんまり変わんないと思う。すごいね。イエーイ。危ない。Hey!
ゲージのね、ミックさんの踏切を、それぞれ動くやつと、あとジオコレのもね、つけてみました。皆さんもぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。すごく簡単です。セッティングも、ね、配線とかだけ気をつけたら簡単にできるので、ただね、精密な機械になります。特に踏切は、だからあんまりね、ちっちゃい子だとね、ちょっと危ないかもしれませんがね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、N ゲージの踏切を買ってみたでした。ありがとうございます。駅でみんな降ります。じゃあ止めてください。いい感じに止めてください。おーいいじゃん。